かねえな。十尾が手加減なしとは遅かったか。いや、ぴったりだぜ父ちゃん。湊、相変わらず早いの。四代目、貴様わし以上の瞬身使いよの。よし、始めるぞ皆の者。ほかげ様たち、なんで？オロチマルがわしらを呼んだのじゃ。さっさとこの戦争を止めねばな。じゃあ本当に？おう、みんな俺たちも知ってるあのホカゲたちだってばよ。貴様まで復活したとはな、嬉しいぞ柱馬。お前は後、まずは十尾を止める。ナルト、よくやってくれたね。少し休んでなさい。友達も直に来る。彼も味方だよ。さて、これってナルトと同じ？まさかとは思ったが、ミナトはね。な、俺の父ちゃんすげえだろ。そんなことはお前より分かってる。このわしを分けてるのは封印しきった男だ。おかげたち、行くぞ。忍法、史跡用心。さらに俺だけ加えての戦法明神門。来たな。ずいぶん遅かったじゃねえの、サスケ。さくらか。どういうこと？本当にサスケくんなの？てめえ、何しに来やがった？なんでサスケくんがここに？いろいろあったが、俺は木の葉の里を守ることに決めた。そして俺がほかげになる。お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺がほかげになり里を変える。ほかげになった者が皆から認められるんじゃない、皆から認められた者がほかげになるんだ。サスケはお前に任せる。任せとけ。ほかげになるのは俺だってばよ。そんなにほかげに憧れてくれるのは嬉しいが、お前らゆっくりしすぎぞ。今のうちにチャクラを練れ。一斉攻撃であれを倒す。
押す。私はいつも二人の後ろばかり隠れて歩いてて、でもそれももう終わり。今日からは私も。よーし、さくらちゃん。私が二人に届かないか弱い女だと思ってる？よっしゃ、第七班ここに復活だってばよ。行くぜ、さくらちゃん、サスケ。うん。おう、木遁、木分身の術。俺の分身が結界に出入り口を作る。忍びたちよ、全気力を振り絞り、奴を打ち破るのだ。行くぞ。突っ込め！